でちゃんと言って来たわけです <laughs> そうなのよなえそう来て来ないと思ってたって嘘やん毎年来とるよって思いましたでもみんな多分ね忘れてるっていうか髪の長さ変わったから別人だと思ってるもしかして私は私なんだよねそうです なるちゃんのの心を読むのが難しい <laughs> 確かにそれはそうかもしれない気分だもんね確かになんか「いやもうそういうのやりません」とか言いそうだもんね明日にはうんすいません <laughs> 明日は迷ってますはい迷ってます 明日は明日の気持ちうん <laughs> でも本当に去年から別人ってぐらい私も髪の長さが伸びたなって改めて思います <laughs> なんか去年どんな感じのその4種類のクリスマスの,のサンタの衣装があるっていうの多分昨日のエイト公演で多分言ってたんだっけ MC で今日全部わかりましたなんか なるちゃん ABCD どれにしたのみたいなことを急に聞かれて「え何それ?」と思って「いや確かに4種類あったけども」みたいな「なんで知ってんだろう?」と思ったのねそしたらその次の人もなんか「なるちゃん ABCD どうしたの?」ってあ「その人は結構枚数があった <laughs> なんでそれ知ってんの?」ってったら「昨日の劇場だよ」みたいなことを教えてくれて「ああそうなんだ」って「昨日の劇場で誰かメンバーが言ってたんでしょ ?4 種類から選ぶやつ」みたいな。<laughs> でも ABC で逆に C 選んだとか A 選んだとかって分かるの <laughs> ねそうねナギ <laughs> ちゃんは D らしいあギとは形違うから D ではないな分かんない私も分かんない何何選んだかはこれでって言ったから分かんない <laughs> 私に関しては ABCD での回答ではなくこれっていう言い方してしまって 何を選んだのか分かりません、はい。そういろんなメンバーの写真見たら4種類コンプリートできると思うあこの4種だなって <laughs> そんな大してね多分変わんないっていうか実際このお話会で見えるのってマジで上半身だけだから <laughs> 上半身だけだからまあ分かんないかもね全部一緒に見えそううん <laughs> ねっ さんはそうあそうトナカイそうトナカイ用意してる子もいたね人により,よりますね <laughs> うんそう私は今日は下はズボン履いてました <laughs> ぶチコしていく <laughs> あの制服の下にジャージ着てるような感覚よああほんとそうだよねサンタという制服の下に ズボンを履いてました、はい、寒いんでねすいませんすいませんでしたでもバレてない誰も言ってこなかったみんなサンタかわいいねしか言ってくなかったから大丈夫バレてないですでも自分からバラしていきます正直にうん <laughs> 忘れたい <laughs> <laughs> ごめんごめんもうテレビ電話みたいな感じでさもっと上半身しか映んないからさいいかなぁと思ってこの高さちょっとしんどいなスタンドどこ行ったんどこちょっと本当に探さないとうーん <laughs> サンタというユニフォームそうそうそうとってもいいそういうことよケーキ食べたえケーキ食べてない今日なんかさケーキケーキ見せてくる人多くてうらやましかったですホールとかのケーキだって4分の1ぐらい欲しいもん <laughs> マジでケーキ食べたいなんでケ,ケーキじゃなかった今日 <laughs> チキンだっためちゃめちゃケータリングチキンの方だった、うん、あと何かねなんか赤い袋に入っててそこにあるんだけどねそのうんとりあえず私でも本当にあれ、うん、食べたかったケーキがでももうなんか今更近所コンビニ行ったとしたってさコンビニなさそうじゃんあるのかな 明日ケーキなんじゃない？え、本当に？<laughs> 明日ケーキかな？明日ケーキならいいな。ケーキ、ケーキがいいな。充電やばいかも、ギリギリかも。あー、充電器、充電器お願いし、充電器を、充電器お願いします。なんかだ あ、ほら、コンビニ充電器充電器じゃないコンビニ充電器じゃないコンビニケーキないってほらケーキでももうケーキないだろうなと思ってもうね夜夜日の夜何に余裕っていうか夜こともやめたよね諦めた <laughs> はあ 充電器と一緒にスタンドいないっていないよマジどこ行ったん本当に分かんないどこにあったの私マジで本当に記憶がないんだよねどこにあったんだろう出てきてほしいようん寒いね本当。マジどこやったんだろう 自分のそう記憶がなくなくる時あるあよねたまにどこにあったんだろうねこういう時ほんとに出てこないマジでどっかに多分入れ込んだんだろうなと思うなんかいつもと違うことをしたんだよ多分そういう時に大抵忘れてるいつもだったらここにあるのにないって感じなんで今の状況うんあと手に持ってて探したりするよねそう昨日そうだった やばい携帯充電しなきゃと思って充電充電充電と思ってこう探してたのねそしたら自分のあの腰にあったスカートのスカートに挟む <laughs> わかるスカートのなんだろうちょうどねゴムとかで挟んだりするわけです自分の体にポケットがなかったら <laughs> そしたら一人で一人で探してたのあれどこ行ったどこ行ったと思って んそういえばと思って背中触ったらここにいたみたいななんで腰ってね確かに前お腹なら分かるだろうってお腹だったら分かったかもしれないなんで腰かっていうと前から写真を撮られたからだあの昨日あれですねしのぶさんがツイッターで上げてくれてたと思うんですけど衣装の撮影の時あの時に私の腰に私の携帯があったんです <laughs> 言っても分かんないと思う見えないと思うけど そ,うそこにあったから <laughs> 絶対バレてないそれもほんではそうそうそう衣装の「写真撮ります」って急に言われて「あっじゃちょっと待ってください」っつって一旦そこにしまって「はい」って写真撮って <laughs> その後携帯充電しなきゃどこーってなってたら腰にありましたこれもあるあるじゃないなんか自分に身についてるのに探すっていうのはあるあるじゃない、うん そうそうそう <laughs> そうう新衣装ねポケット多分ないんですよねなんか最初にポケットがあるかをこう携帯持ってる時に探しますね一回あそういえばこの衣装にあのポケットはあるかしらって探すこと多いですねうん <laughs> うん <laughs> んだいいた挟でそう,そう,そうみんなよくやってますよ。不思議なことやないで。うん、あー名前テープもね足に確かにそれよくあるある衣装のあの靴靴の中に名前が書いてあるんですよ。なんクラノとか そのシールがめちゃくつ下につくことはめちゃくちゃある靴下についてたってことは、うん、よくある話ですうん <laughs> 帰ってきてめちゃめちゃねうん <laughs> あのシールついてる蔵のシールが靴下についてるあ <laughs> あってなりますねあとラメ,ラメラメした衣装を着てるとおうちもラメになるぐらいいい ラメを持ち帰ってしまう、うん、あと桜桜の花吹雪のあの周年とかで降ってくるあの桜とかも家に持ち帰ってたりしますね。うん、え桜落ちてるんだけどえって <laughs> なるそう <laughs> うん。 <laughs> よくついてくるそうよくついてくるのよ <laughs> 結構降ってくる時あるからねそうそうそう結構ねもらって帰ること多いですねで衣装でいうと本当私イヤリングとか忘れそうになるでも最近は忘れないですけど 前は多かったかな多かったっていうかやったことある元カレの時やったわ一回 <laughs> 耳つけたまま帰っちゃってそのまま忘れるんだよね撮るのどうしても忘れちゃってんでああみたいな言われて気づいてそう次の次の着る時にちゃんと持ってきてくださいみたいなそれは絶対にそうしますってあるある マジで忘れちゃう本当に忘れちゃうそう <laughs> 意図せず持って帰ってしまう危ない気をつけなきゃうんそんなバタバタねえバタバタなのねそううんあるあるですあるある そう昨日の昨日あのー、さよならモーリーさん同時視聴やったと思うんですけど頼りになる笑顔笑顔で頼りになる存在ってことだなって思ってまとめると急に昨日の話まとめるんですけどあめっちゃいいこと言ってもらえてるやんと思いましたねっ笑顔で頼りになる人でしょやったじゃんいい人じゃんと思ってえ よかっったたと思って思ていましたね改めて今日なんかそうそうやって言ってくれた人がいて言い方がねあ確かにと思ってあどっちもいいことだと思って <laughs> はいちょっと嬉しかったです昨日はそこまでなんか実況しなきゃって気持ちでいっぱいだったんですけどあと特定することに必死だったんですけどまとめたらいいいいことにこう いいこと言われててたっぽくて嬉しいそう <laughs> 持ち帰って気づいた、うん、特定そう特定に結局特定できてないやつもあるん特定できなかったのもあるんですけど <laughs> そうです <laughs> よかったね かったですありがとうございます。あサムネイル公演あそう29ね。<laughs> 今日当落出たんだね。当たったよって人もいれば投げませんでしたって方もいたりうんありがとう <laughs> 嬉しいみんなあのね応募してくれてすごいありがとうございましたしあの劇場の質問箱を投稿してください。 投稿してほしいって言ってた4のマネージャーさんが言ってた「ハッシュタグ #AKB48 劇場質問箱」をつけて皆さんからお題を募集しております本日のお題はまるさんからいただきましたってあのあるんですけど劇場にぜひお題を送ってください <laughs> うん欲し,欲しがってましたぜひ <laughs> やってみてください 呼ばれるかもよ呼ぶのは私だからねでも <laughs> 欲しがってた <laughs> ぜひぜひ <laughs> テーマがないとなるほどテーマでもほらテーマっていうか29日は肉の日だし <laughs> 年末だし今年の締めっぽい感じのもいけるし CM4 の,の波動の話もラジオも決まるし決まるっていうかあのいっぱいいっぱいこう掘れば掘るほど話題悪くない29日生誕祭だしねそうそうそう生誕だし「ルンルンしたことは?」とか「最近ラッキーセブンだと思ったことは?」とかちょっとよくわかんないんですけどまあそういう感じでなんか ちょっと今適当に言って落としたけど適当じゃないなもっとなんかあのぜひ送ってください <laughs> ぜひ考えて実行 <laughs> 皆さんぜひツイッターで募集してますんでハッシュタグ AKB48 劇場質問箱をつけてはい <laughs> やばいそれにするだってだめ私が今言ったやつ以外でお願いしますね うん、そうその日のメンバーに会ったことあそうそうそう毎回メンバー違うからさうんうんうん <laughs> ぜ,<ひ笑>ぜひぜひぜひよろしくお願いしますお題はスタッフさんが選んでるのそうだよ選んでくださいますぜひスタッフさんに認知もらってください <laughs> 認知もらえるか分かんないずっと投稿してたらあこの人いつも投稿してくれてるなって思ってくれるかもしれないスタッフさんに <laughs> どこで生きるか分かりませんけど <laughs> どこで生きるかこれが分からないけど大事ようん大事 <laughs> いかなあそう郡司さん郡司さんさなんか劇場に劇場になんか加湿器とレンジ電子レンジ置いてくれてたよねねサンタになってくれてる嬉しい軍司サンタさんが <laughs> レンジと加湿器が採用されたそうです嬉しい <laughs> なんか劇場が快適になったようで。 今までなかったのそうなかかっったたののそう楽屋になくってなんかスタッフさんのとこにはあってレンジとかはかみんなそこに行ってレンジしてたのレンジしてたうんそれがまさかの楽屋にあるってことはすごくありがたいでも置く場所が本当にどこにはなったんだろう置く場所どこねどこにあるってぐらいあのえ <laughs> 結構狭めどこに置くの めっっちゃ気になってる私は「過ち一緒に歌えませんか?」ってお願いしました。叶いませんでした以上です。29かなうかもしれないけど私の代わりに出てくださいかなどっちかっていうと私ポジだよねどっちかっていうなら郡司さんがやるなら私が消えますか郡司 <laughs> さん出てくださいだね 一緒には歌えないわ私パートずれないといけないな多分うんってことでまあ嬉しい電子レンジと加湿器加湿器もありがたいね乾燥してるんですとにかく劇場ってねそうなのよ <laughs> 乾燥してるから 潤うのはありがたい <laughs> それは勘弁だって「ええー？見てみたい」でも私多分隣でちゃんと歌える自信ないなで <laughs> やりませんか?」って言ったけどみんながちゃんとは笑わなければいけると思う飲まれそう私会場に飲まれちゃいそうなんだよな <laughs> 想像 ね、劇場楽しみ次行くのは29なので楽しみ <laughs> くんじさんの歌唱力どのくらいだろう確かに歌ってるの聞いたことないそらそうだけど <laughs> ね気になりますね <laughs> 年内に「スラムダンクン見れ見終われるだってええー、本気出せばいけるけど どこに本気出すねんって感じだけど今日も見よう今日編集もしたいなまだご飯も食べてないんだけどなんか楽しかったからなんかお腹すいてもないんだよね絶妙にでも食べる美味しいお弁当だから食べたい食べたいと思ってるけど今日塩パン食べて終わりだ、ね、コ,コーヒーとうん「<laughs> 君が好きだと叫びたい」 あ昨日はね3時三時に寝たかな寝た寝た3時ぐらいには寝ました <laughs> 昨日は何戦だあれ勝った勝った花道花道遅刻した遅刻したけど勝ったそこまでですうん ちみんとでも見見たよ <laughs>。昨日遅刻してた竹里そうだ坊主になってたでも坊主になってなんかもういいってなっちゃった坊主がいい坊主の方がいいよって思ったかわいいかわいくなっちゃったどうしよううんそうなの いいねあれがいいね私も赤赤にしたくなった <laughs> マジで本当にちょろいよね感化されやすいんだなと思っあの赤くしたくなるよね本当にうん髪の毛赤くなったらそういうことだからうん でもシュート練習しててもおゴリと一緒にずっと練習してるシーンがめっちゃよくてもう鬼リピしたいぐらいだってたった3話ですよ多分あのー、昨日の配信から3話ぐらいしか見てないんだけどこの3話がすごい面白かった、うん、丁寧に見ていきたいっていう気持ちにもなってしまうけど、うん、でも早く見たい。<laughs> いやまだまだ推しとは言えないけどやばいっすねやばいっすねゴリゴーリーとゴリエゴリ道コンビがゴリ道コンビって合ってますかナルタを的に言うとゴリと花道桜木なんかな ゴリ桜 <laughs> なんて言うのあのコンビはとってもいいはいあ確かにミッチーだとミッチーとカブる確かに確かにゴリミッチじゃダメかゴリゴリ桜 <laughs> 違うな,なんだろうあ赤木赤木の方つくでもゴリじゃない私の中では <laughs> 赤桜木普通に「赤城桜木」桜木っていうんだこういうアイドル的な略し方しないんだねそういう <laughs> やばい本当にそこがもういい最高この先も楽しみです <laughs> 楽しみ <laughs> 花道の話かねえいやー本当におもろいでも小五郎のおじちゃんに似てる人いるよね花道 <laughs> 名前覚えてなくてすいません本当に毎回すいませんあの花道の連れに「<laughs> お前ら」っつってあのすぐ集金する人たちな小五郎 眠りの小五郎の美術と似てる人がめちゃめちゃいるよね <laughs> 最初「えおっちゃん?」と思ってしまったぐらいうんえめっちゃ分かるって嬉しい,い高校生 <laughs> 高校生時代のおっちゃんかもしれないってぐらい小五郎のそう似てる 似てるっていうか <laughs> おひげの感じがねすごいよねっていうか <laughs> 高校生の美術ってぐらいだってあれだよね待って呪術呪術廻戦もあれ高校でしょ美術違いすぎんってぐらいなんかすごいよねうん待って遊泳もさ遊泳高校だよね アカも同,同じぐらいってことそうでしょおもろっそう思ったらやっぱすごいねいかつい人多くないあんな高校生おらんって全員に言えるよねほんとうん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 面白いねありがとう <laughs> 毎回毎回あの言いたくなるこううん そういえばい私の私のツイッターあとあれ違うわ偽偽物だったあれ 私のツイッターこれかあこれじゃわかんない六六六六六を狙ってるんだけど六六六六六になったかなちょっと見てきてもいい？<laughs> 見たいこれはそうあと少しで六だってずっと思ってたのちょっと待ってもう少しあってあと三人なんだけどあと三人だ あと3人です誰か3人登録してきて66666 66 66を見たいもうここ数日3日ぐらい思ってるもう少しだもう少しだってうん <laughs> もうこの端末でしか見れないあと3人あと3人フォローしてください <laughs> ああ写真撮りたいなめったに見れないよ 来ましたやったー <laughs> 嬉しい嬉しいありがとう嬉しいフォローしてくれてありがとう <laughs> やったゾロ目ゾロ目見れました大好きゾロ目見れましたありがとうございます皆さんご協力ありがとうございます <laughs> スクショした今ガってすぐスクショしました嬉しいありがとう あと何人ってつぶやこうかずっとねつぶやこうかしてまあ消してたずっとあと何人あと何人って <laughs> つぶやき待ちしてましたぐらいはいそう気になった嬉しいありがとういやなかなか見れないからこのゾロ目私今22歳ゾロ目っていいよね ゾロ目こっちだったっけゾロ目違うゾロ目ゾロ目確かに次は77 77 77 7言った7 77 77 7 7 77 77 7 7七七七7 7 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 7七七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 七7 7 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 頑張ろう嬉しいうんフフ <laughs> しいねありがとうございます皆さん大感謝 <laughs> ね <laughs> ツイートあんましないからそうなのよツイートしないといけないなーって こう義,務義務として思ってる姿勢すら良くないのかもしれないツイートしなきゃうん <laughs> そう鳴太郎チャンネルもそうなのもう少しで3万人いく嬉しい頑張れ頑張れ おうおうそう今日更新したのでぜひ見てくださいこのあとにでもうん見たありがとうプレゼント交換会見た嬉しいありがとうございますめっちゃ楽しかったそうこのねタオさんにそうちょっとあんま言えないかあの もらったものをね使って何かしたいんだけどねそうそうそう<笑><笑>あ、いいね私も明日やるだってプレゼント交換楽しいねあれやってみたかったのうん今夜も編集したいしたいと思ってるけどそう編集もしたいし スラムダンクも見ないとだから忙しい今晩も忙しいよ <laughs>」う「ん。まだ闇そうでやまない中途半端な雨のように往生際は悪い恋」 Can i 木でした。サメみゆきでした。ありがとう。雫 <laughs> 公園。全然出てないよ。本当だね。タイミングは本当に合わなくて、私。うん。来年は出たいです。 始まりの雪は覚えないと歌えないマイガー雫公園行くと湯浅さんの差し入れ食べれますよ確かにでも昨日あの M ステの現場にも <laughs> 差し入れくれました 優しい冬の曲ある他にあるで尽くしたくないもう、うん 意外とか冬の曲あんまないんだね。<laughs> 気が早いね。チョコチョコの曲気が早いね。オンリートデーね確かに確かに。かにどうしても来たかった真冬の海辺だもんね。 確かに待ってもう今日はでももう終わろう <laughs> もう終わろうっつってあの私がささめ息歌ったもんだからあれだまた改めてカラオケしますわ今日はクリスマスの歌が歌いたかったので歌えたのであのー、満足 <laughs> 満足したので <laughs> そう明日もお話し会やるしそうこのあと「ラムダンクも待ってるしあのー 編集もしようと思うのでうんでもよかったクリスマス楽しかったね <laughs> カラオケしただけだけどうんありがとうございました満足ありがとうじゃあまた明日明日来る方よろしくですお話し会ねうんじゃあランキング読みますピピピ。十三位えびちゃんアットマーク <laughs> メリークリスマス <laughs> ねめちゃあのおもろかったよ今日 12TK トンカラトマークタいトンカラさん今日はありがとう11ひろゆきアットマークあーはいあはい10位 u アットマーク明日もよろしくよろしくありがとうどこまで読んだ,どこまで呼んだ ?9 位ナッチアットマークメリクリーメリクリーメリクリ八レーナアットマークメリクリーイブラブ <laughs> メリークリイブラブありがとう <laughs> えと7位立山ケンキアットマークミニオンありがとうララ6位バーアットマークゾロ,メゾロメリークリスマス本当に言いづらい <laughs> 5位はじめアットマークしばらくはメリークリスマスイブイブ2022 <laughs> しばらくはっていう時点でもう変更しとるやないかい <laughs> 4位りかりかさんありがとう3位チームようちゃんありがとう2位ほのカット幕なる大好きありがとうそして1位笑顔になるなる山ぴょんありがとうございました楽しかった <laughs> ありがとうございましたまたねみんなバイバイ おやすみ。